初戦はファーストステージはジャイアンツと、なかなかねこれ厳しい戦いになるんではないかと思いますが、どうにかジャイアンツを倒して、そしてあのウォリアーズをどうにかね足元をすくってやって日本一になろうかなとね思います。補足試合でいこう。そうだな、やっぱり初戦は勝ちたいよな。でも初戦は俺毎回言ってるけど、この選手で行くのみたいなやつをぶつけて勝てたら儲けもんぐらいの感じで行きたいって思ってるけど、ここはね田中をぶつけようと思うんだ俺。ここはねもう冷静に田中をぶつけようと思う。で黒沢がなんだかんだで2割9分ぐらいなんでね、よろしいんじゃないでしょうか。でだよ、ここなんだよな。杉内が左投手だからとりあえずところをぶつけようかなって俺は思っている。てかこのままでいいんじゃないかなと俺は思っている。ちょっとブース上げようかな、こうじゃないかな。よし頼むぞ、頼んだぞ。とりあえずジャイアンツには勝たないと、まあファルコンズとしてはやっぱりねウォーリアーズと死闘を繰り広げてボロボロな状態で日本一になればね、これかっこいいんじゃないかなと僕は思うわけだよ。もう全力を尽くしましたと、もう二見がもう泣きながら黒沢と抱き合って、で黒沢が引退と、これはねもうなかなか花道を作る感じでいいんじゃないでしょうか。まあ、黒沢はまだしばらく引退させるつもりないけどね俺はね。さあ頑張ってくれよ。おっと、しかし1点のリードがあればうちの二見と、そして田中なら、そして二見が抑えた。よし、とりあえずね初戦勝たないとね。ファーストステージだから、ファーストステージはとりあえず初戦勝たないとまずい。よしよしよし、いいぞ、よしよし、オッケー。武石も起用に応えたと、さすがだね92年トリオは。武石はちょっと食い込めはしなかったけど、打撃の方で重防とかに打率がいいわけでもなかったから、食い込めはしなかったけど俺は評価してるんだよね。そしてね、実はもう一人評価してる男の子の日野山、実は万世だったらしく意外と育つっていうね、もうこれも背番号12番ですよねこれはね。ただちょっとフォアボール癖がちょっと気になるけども、これは2戦目にぶつけたり安定した成績を残してるんじゃないかと僕は思っている。そうキャッチャーがねちょっとねどうだろうみたいな感じですわ。とりあえず年間ずっとやってくれたこの総元を据えますか。これでいこう。菅野かな。ああでもまあいい試合だからな、ほんと菅野に抑えられたって感じだよな。さあ最終戦まで行きましたな。黒沢の肩がもう黒沢の肩がどこぞの兄貴みたいになってる。スキップじゃない、高速試合でいこう。ここで田中投げさせたら俺すごい怒られそうだな。もうすごい怒られそうだけど、田中絶好調だから田中絶好調だから許して許して。さあしかしセカンドは黒沢で行こう。ここで田中をぶつけるという、中1日で先発させるというね、もうなかなかなくブラック企業でもないぐらいの連投。まあでも初戦は勝ちたいじゃない。そう、第2ステージは田中に頼れないっていうのを肝に銘じておこう。田中には頼れずにこう第2ステージをセカンドステージをねこう勝ち抜いていきたいなと思いますな。さあ鬼塚が早速打席に入ります。鬼塚も背番号も変えるか、29から。さあ沢村15勝5敗、エースだよな。でもこれが3人目に来るって言うんだからすごいよな。でもなんだかんだ言ってうちの3番4番はなかなかいいな。うわっまずいまずい、なっ先行チーム痛恨のサヨナラ負け。先行チーム残念ながらファーストステージ敗退。さあ本日のヒーローは2名、まもなく。まあね4年目シーズンでしたが、まあ、夢をね見せたという点ではね非常にいいシーズンだったと僕は思います。鬼塚も2安打してるし、笠岡がちょっと今季だよね。笠岡が打ててれば1点ぐらい入ったかもしれないな。辰巳が打ってるもんな、3安打宮脇が1本本塁打打ってるしな。黒沢もなんだかんだ言って活躍してるし、ブースがね3三振と、もうお前は一体何をしたいんだと言いたいけども、こればっかりは仕方ない。みんな頑張って頑張ってとりあえず3位に入って頑張ったんだから
いいでしょう。4年目シーズンはなかなか充実してた。うん、と思う。俺は充実してたと思うね。さあ、ウォリアーズが。うわっ、ウォリアーズか。ウォリアーズか。さあ、日本シリーズソフトバンクかな、ウォリアーズかな。ソフトバンクか。芝山強えな。やっぱ主砲が一人いるだけでこんなのあるんだな。さあ、練習器具が加賀田の手によって壊されていく。もう加賀田くんったらもう。さあ、見ますか。16年度は一体どんな感じだったんだい。投手6位、打撃6位か。なかなか進歩してるけど、やっぱり走塁と守備は悪いんだな、うちのチーム。田中、投球編、15勝2敗。うん、とってよかったと思えるよね。チームの勝ち星が13個も増えてるわけだから。うん、とってよかったと思うわ。セーブ、45セーブ。守護神ですな。こら守護神ですわ。そしてホールドポイント、小竹44ポイント。完全にね、なんか防御率が悪いんだけど、なんか方程式は出来上がったね。うん、登板。まあ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 。うん、まあ、順当じゃないでしょうか。順当だろうな。大野が一番投げてんだな、でも。奪三振247。もう桁が違うね。日野山どうなった感じなの？日野山どんな感じなの？日野山。でも日野山もなんだかんだで悪い成績残してないよな。9勝5敗か。いや、いいんじゃないか、日野山。いいと思うよ、僕は。さあ、笠岡、3割2分9厘。お！この鬼塚も3割残したね。いいね。こんな24歳がチームにいたらもう絶頂ですよね、本当にね。本塁打。おっと、もしかしたらこれチーム三冠王じゃないか？チーム三冠か。ああ、チーム三冠だ。でも、辰巳もなんだかんだでいい成績残したな。今季活躍できなかったら、ちょっと採算合わないと思ったけど、なんだかんだで活躍してくれたな。まあ、来年、期待ですな。三振王はやっぱり宮脇と。いや、でもね、なんだろう、宮脇に関してはね、三振つくぐらいでいいと思うんだよな、俺ね。うん、ちょっと三振ついてほしいと思ってる自分がいるんだよね。お、盗塁王取ってるわ。笠岡すげえな。OPS9.37 って化け物だな。937って化け物だな。9.37 は化け物だね。1行けば、1.0 行けば完璧の化け物って言われるのに、9.って言ったらもうね、すごいよね。長打力プラス出塁率だからね、OPS っていうのは。さあ、別のに田中、笠岡を。笠岡取ったね、2年目で。ブース、ゴールデングラブ、なんでだ。お前、重戦車が取り柄じゃなかったのか。そんな堅実な守備取り柄じゃなかったろ、お前。田中、沢村賞。しゃ、OK。田中だけかな。あ、田中投手4冠取ってるな。田中が投手4冠取った。二見、最多セーブ。OK。最終中継ぎ、涌井。何があった涌井、広島で。涌井、お前一体何があったんだ、広島で。いやー、でもこれ、マー君が来てくれたことがね、非常に嬉しい。さあ、5年目シーズンに突入しますか。いやー、でもこれはね、マー君のこの加入はでかいな、本当にな。さあ、契約更改。一体誰がどんな化け物みたいな数字をね。よく取ろうとしてくるのか分からないけど。さあ、でもなんだかんだでこれコーチ陣は良かったんだよな。うん、宮原さんで行こう。で、投手、まあ、守備陣も悪くなかったんだよな。っていうか良かったんだよな、今季は。そう、今季はね、良かったんだよ。うん、成績としてはだって3位入ってるから。そして岩瀬だね。岩瀬は変える必要ないかな、ここまでいいコーチだと。スカウトかな、変えるとしたら。スカウトにお金をかけられないっていうのがあるんだよな、正直。海外スカウトも正直かけれないんだけど、今ね、必要なのは投手じゃないんだよな。やっぱりね、ブースに変わる選手だと思うんだ、俺。ブースに変わる選手がやっぱり大事だと思うんだよね。ファーストを、年間20本ぐらい打てるファーストがいればね、いいと思うんだ。ブースも悪くはないんだよ。来年も友田さんに頼みましょう。さあ、フロント陣はこれで OK と。さあ、ここですよ。ここでボッコシ取られるんだよね、これで。でも、正直ね、投手4冠取ったんだ。俺はこいつに、もうちょっと上げたい。うん、1000万だけど。気持ちに。二見さんもね、1億6000万要求していいと思うよ。だって先発からね、ずっと先発やってて抑えに転向して、これで最多セーブ取ってんだからね、1億6000万でいいと思うな。うん。よし、ということで。ティモンマジック始めます。それではさようなら。はい、ティモンマジック終了です。
お金があるんだよね、不思議と。不思議とお金があるんだよね。ということで今回はね、ちょっとまあスタミナ多いんだけども、まあ、負け越しちゃう投手を、まあ、小畑と島岡をちょっとねクビにしました。まあなんだろう、ローテーションの穴を埋めてくれる活躍を期待してたんだけど、一回も埋めてもらった試しはないので、今回は思い切ってねクビにしてしまいました。これがプロの世界ですからね、悲しいかな。さあ、誰が一番注目されてんだ。富田ってやつが注目されてんのか。よし、おっと、そこいいな。でも28歳という年齢がちょっとね気になるよね。ということで、ちょっとカットします。はい、今回なかなかいい選手がいっぱいいたんですけども、やっぱりうちのチームに足りないのはやっぱ次世代を背負うキャッチャーかなと思ったので、このオーマーを取りたいんですよね。ただ競合してるのがちょっとね怖くてね。そう、いい選手が多いから、こういう久我とか、まあ、なかなかねいい選手がいるんですよね。だからそこら辺をちょっとがっちり手堅く取っていってもいいかなと思うんですよ。この真壁とかね、右投げ両打ちで、これはちょっとね魅力だよね。どうしようかな、キャッチャー欲しいんだよな。オーマー行っとくか。オーマー行こう。これで失敗しても俺はそんなにもうなんかあーってならないから。こっちか。なっ、しかし落ち込むことはないんだ。しかし落ち込むことはない。いい選手はいるんだ、これ。こういう風に、そう、こういう風にね、いい選手がね今回ちょっと多いんですよ。で、投手陣もなかなかいいんですよね。で、ちょっと宇佐美が気になるんだよ。ただ宇佐美気になるんだけど、このパラメーターでちょっとこのお金はちょっと厳しいかなっていうのが、しかもサードもいるしな、宮脇が。どうしようかな。キャッチャー欲しかったけどな。でも投手も結構いいのいっぱいいるんですよね今回ね。どうしようかな。そう、こいつなんだよ俺がちょっと寝坊しつけたの。行くか。こいつはいい気がする。ハズレ1位、重村です。ライオンズはもう指名やめました。ライオンズすごいな。もううちはもう戦力をちょっとだけ底上げして勝っていくんだと言わんばかりのね、落ち合いのような。さてと、誰を取ろうか。そう、この辺もね捨てがたいんですよね。この辺も捨てがたい。ただ大間取りたかったな。真壁いるか。まだいた。やべえ、右投げ両打ちで。右投げ両打ちっていいよね。両打ちっていうのがいいよね。でも近所行ってたな、そういえば。近所は僕は両打ちだから人の2倍人の2倍練習しなきゃいけないって言ってたな。やっぱ大変なんだろうね両打ちもね。さあ、もう寝坊しい選手はそんなにいないな。また両打ちいるな、秋元。ただちょっとどうだろうかね、どうだろうか。もう1人2人取りたいっていうのはあるんだよね。佐川か。21歳でちょっとこれはきついか。リードオフマンとして取れそうな気もしてくるけど、外野もう何人いるからな。ちょっと高校生取りたいな。いや、1億は厳しい気がする。こっちに宮田行ってみるか。行ってみるか。ちょっと外野だけど行ってみよう。スタート1人というか、ちょっと投手取ろうかな次は。なんだこいつの秘めたる可能性は。なんだこいつのちょっとした可能性は。今まで目につかなかったが、こいつはなかなか可能性がある人間じゃないのか。150キロ投げて中継ぎ抑えもできる先発。行こう中川。よし、これで終了と。どうだろう、ちょっとどうしてもね、あの92年トリオのドラフトがね完璧すぎてね、ちょっとかすんじゃうよね誰とってもね。あの92年トリオは完璧だった本当に。 FA 交渉、さあ今季は誰を取るんでしょうか。取れるのかな果たして。いや、ぶっちゃけこれ取り続けたらなんか日本一になれそうな気がするよな。坂口か。ちょっと目星選手いないな。大引きぐらいかな。吉見、いや、今季は我慢しよう。よし、
どんどん壊されていくな。カガタは潜んでるな、間違いなく。カガタはファルコンズの宿舎に潜んでるな。よし、ということで今日はこの辺で終わりますか。自由契約選手を次回取って始めようと思います。それでは、さようなら。